はい、ということで皆さん、実質プレシーズンだと言われておりますパッチノート中 3.20 見ていきましょう。まずジャックスのビジュアルアップデート、よかったねって感じです。結構強いチャンピオンなんで使ったらいいんじゃないでしょうか。アクション、キウの移動速度増加量が減少、 E の基本ダメージが減少。キウこれ行きと帰りで当たったら足速くなるんだけど、2回ね、それが 40% 固定だったのが20%から 40%。 Q のランクを上げないと今までのメスが得られないと。まあ序盤恐ろしく強かったからね。マジアクションにレーン勝てるチャンピオン、マジで存在しないレベルで強かったので、いい修正だと思います。捕まえやすくなるね、特に序盤で。 E の一撃ごとのダメージが全ランク帯で5下がりました。まあ大体 E 使われるたびにね、最低でも3発ぐらいこの E でぶん殴られるので、まあ、最低でも15ダメージぐらいダウンと考えると結構痛いんじゃないでしょうか。序盤のキルライン結構下がりますね。勝率はどうだろう、まだ強いと思うけど 1% ダウンぐらいなんじゃないかなって気がします。ベルベス、まあ一応ねレートキャリーとして作られたチャンピオンなんですが、あの序盤あまりにも強すぎたってことで、そこナーフですね。あの序中盤にパワースパイクが超極端に寄ってた、逆にレートゲーム弱かったというチャンピオンでした。そこをねレートキャリーに戻します。パッシブ、スキル発動後の増加攻撃速度25から 50% だったのが 20% から 40%。 前はチャンピオンレベルごとに応じて一定ずつ増加だったのが、ステータス成長倍率を参照して増加ということになりました。まあステータスの伸びってのは、まあ、序盤から後半にかけて徐々に良くなっていくものなので、おそらく伸び幅が悪くなったんじゃないでしょうか。焦るディープスが結構下がるで、ジャングル周回も結構遅くなるだろうから痛いよねっていう感じで、 E のダメージが、クリティカル判定も強いになりました。その代わりダメージ軽減率 70% 固定だったのが42から 70%、 初期で 28% ダメージ低減量がダウンです。これめちゃくちゃ痛いですね。ベルベスはこのスキルのおかげで序盤恐ろしく強かったので、サポートで使われたり、あの序盤からダイブができたりね。ベルベスがタワーグルを受けて E 使えばほとんどダメージ食らわないから、そこも強みだったんですが、今度そういうプレイをしたら普通に死にます。最初物理ダメージ8から16だったのが6から10、これもベースダメージめっちゃ下がったね。あとクリティカル出たら元に戻るねって感じの調整だね。これめっちゃナーフですね。今までの、まあ、今のベルベスのスタンダードのビルドって大体ストライドブレーカーからクラスレ、もしくはクラスレからストライドブレーカーなんだけど、これだとねクリティカルがほとんど出ないので全ナーフです。まあ、だから積んだらしてもナーフだと思います普通に。R、これあのヘラルドを取った時のバフ、ヘラルドバロン取った時のバフだね。ボイドレモラの体力が大きく下がりました。序盤がめちゃくちゃ下がってるんだけど、理由としてはもうベルベスがヘラルドを取った時に得られるゴールド量が多すぎた。まあタワーが折れる、もしくはプレート4枚を持っていかれる。でそれでワンコア完成させたベルベスがあまりにも強すぎてゲームが破壊されるみたいな、なんだろうな、スノーボールの権限みたいなチャンピオンだったので、あそこを低減させたっていう感じだね。で、真の姿、ウルト使ったらだね。真の姿の非戦闘時の増加移動速度、25-75だったのが10-80。序盤15も下がってます。これはめちゃくちゃでかいです。やっぱ機動力が大きくそがれますね。これもまたスノーボールの低減につながると。まあ、トータルはめちゃくちゃナーフですね。勝率は 2% ぐらい下がるんじゃないでしょうか。でもねやっぱこのチャンピオンクリティカルビルドにするとシンプルに柔らかすぎて立ち回りづらいっていうところがあると思うので、どうなんだろう、相変わらずストライドブレーカー使われそうだけどパワーは削られてるよねって感じになりそう。はい、次ガリオ、W のクールダウンが18から16、まあクールダウンねあんまり下がらなかったところが18から14、大きく、減るようになりました。ランク最大までいくと、まあ、これは悪くないね。まあ、中盤以降の集団戦で2回使える場面が増えるかもしれません。シールド獲得に必要な非戦闘時間、まあ、戦ってないとねマジックシールドがつくんですけど、これが12秒完全固定だったところが12から8秒までチャンピオンレベル1611でスケールするようになりました。これめっちゃいいね。レベル11なんてどうやったってなれるから、まあアンチメージっていうところが結構強調される修正なんじゃないかなって思います。結構いいと思うね。勝率言うてこれ2手目に上げるスキルだから 1% 上がるかどうかくらいだと思います。あのメイジャー相手にやっぱいいピックだね。特にあのゼラスとか相手はすげえ楽になりそう、パッシブたくさん回るから。はい、次ジンクス、レベルアップごとの打力が100から105、悪くないですね。でパッシブ、スタックオンスタック、キルまたはアシスト獲得時に超エキサイティングから得る増加攻撃速度、
まあ、これがねもともと合計攻撃速度の 25% だったのがスタックするようになりましたと。これ2キル取ったら合計攻撃速度の 50% がアップするようになるっていうことだね。まあ、これね面白いバフなんだけど、まあ、言うて1キル取れてるってことはもう大概その集団戦も勝ってるのでそこまで試合には関わってこないんだけれども、面白いから OK って感じですね。はい、面白いからいいね。てかあれさ、最高5キルじゃない説あるよな。これドラゴン取ったりタワー取っても発動するからさ、だからドラファイトでドラ取りつつ敵キルしたらねめっちゃ強いかも。あ、ドラファイトもしかしたら強いかもね。ドラファイトでドラ取った直後に1キル拾えたらバケモンみたいな強さになります。狙ってみましょう。で R クールダウンが全ランクである5秒ダウン、まあいいんじゃないですか。で最小ダメージアップ、で AD レートもアップだね。で最大ダメージももちろんアップです。そんなにまあ勝率には関わってこない部分だけど面白いので OK ですって感じ。これで多分ねここで多分勝率 1% ぐらい上がると思うんだよな。で今確か勝率が 48.7% とかそんぐらいだから、まあ、ちょうど勝率 50% ぐらいのちょうどいいチャンピオンになるんじゃないでしょうか。まあ、今回のカイサとか他のチャンピオンも直されてるし、ゼオも直されたし、シビアも直されたし、もしかしたら帰ってくるかもねって感じかな。はい、来ました。皆さん今回おそらく一番文章量って持ってるだろうカサンテですね。まあ、このチャンピオンの問題点として、高レートではめちゃくちゃ強いバケモンみたいな強さで、マジでノーカウンター、もう誰が出てきても一定位置以上のレーニングをこなしちゃうというのがやばいところだったんですけど、問題点があのレートが下がるともうゴミクズ、もうめちゃくちゃ弱いチャンピオンに早変わりというね、本当のなんか超超超高レート専門チャンピオンみたいになっちゃってました。今回の修正は初心者でもある程度使えるように簡単にしましたよと。だからその代わりなんていうかスキルの表現度っていうのかな、落としたっていう修正でしたね。あとシンプルに直されてます。まず基礎捨てはダウンだね。基礎体力が下がって、その代わりレベルアップごとの体力が増えてます。6レベルだったら前より高いです。最序盤すごい弱くなったって感じだ。1から3レベルあたりがすごい弱くなった。その代わりレベルアップごとの物理防御アップと。試合トータルで見れば結構硬くなってる時間の方が長いはず。中盤以降は前より硬いです。基礎捨て。で、パッシブ。オールアウト形態の時ね、あのスキルアスター敵をオートラックすると追加ダメージが入るって効果だけど、オールアウト形態で追加ダメージ 35% プラス、このアーマーレート、MR レートが結構でかいレートがついてたんですが、なくなります。でも与えるダメージがシンプルにダウンですね。で、9。9の発動3回目はノックアップつくやつね。ノックアップの呼び動作中はフラッシュを発動できないようになりました。まあ、これめっちゃ強かったんだよね。タワーの近くで9、9、3、フラッシュ、敵ノックアップ、W チョンって押してタワー側に押す、そしてウルト、相手はタワーグロバキバキ抜けながら即死するみたいなコンボが、もうこれはもうね、何百回とね、何万回と行われてきたんですけど、できなくなりました。フラッシュ9じゃないとダメです。いやこれ正直ね、反応できなかった。9、3でフラッシュされるのは、読みじゃないとかわせないコンボだったから、もういいと思います。健全だと思う。でダメージ、まず基礎ダメージ、序盤大きく下がってます。なんとランク1で20ダメージダウン、これめちゃくちゃ痛いです。なぜかというとカサンテはこのスキルをもうバカみたいに連打するから、で何回も何回も敵にヒットさせたのでそのダメージが減らされる。これエズの9のダメージが20減ったのと一緒のレベルです。ヤスオの9のダメージ、ヨネの9のダメージが20下がったのと全く同レベルのナーフ、これだけで序盤めちゃくちゃ弱くなったのが分かると思います。ランク上がると元に戻るね。だから本当にね、序盤めちゃくちゃ弱いです。ちゃんとダメージないチャンプになった。はい、W。ここに関してはほぼバフだと思っていいです。マナコストダウンです。で最小炎症時間。あれはね、ちょんって押すだけで、ノックバック発動できたけど、今回からは最低でも 0.65 秒間、炎症しなきゃいけません。だからさっき言った、Q3 フラッシュ、W チョン R のこのコンボができなくなったってことね。あと逃げに使ったりもできなくなった。EW ってしてトントンってすぐ逃げるやつ、あれもできなくなりました。で最大ダメージ、 W のダメージ量、行動妨害効果量、ダッシュ距離、まあ、CC 時間だとかダッシュ距離だとかダメージ量、もちろん炎症時間に応じてどんどん伸びていってたんだけど、なんとこれチャージ時間によって変化しないようになりました。だから 0.65 秒間炎症したらもうそっからもう全部マックスです。今までの全てのマックスダメージが出る。ダメージも最大だし、スタン時間も最大だし、移動量も最大です。で、ダメージ軽減量。25% に、様々なレートがついてたのが、40から65%、チャンプレベルに落ちて、になりました。これも確かバフだったはず。ダメージ軽減量も。で、スタンの効果時間。
まあ、さっきあの細かくね詠唱時間で決まってたんだけど、全部 1.25 秒です。前はね1秒詠唱したら 1.25 秒の算だったんだけど、今回からは 0.65 秒間詠唱すればもう最大値の 1.25 が出る。でダメージ、まあ、これもねなんか細かく決まってたんだけど、まあ、それに様々なレートがついていたんですが、でこれもバフです。ダブルのダメージは確かね 70% 増えてます。皆さんこれなんとめっちゃバフ W は。だからそれ以外が信じられないぐらいナーフされてるっていう感じです。次オールアウト形態、最小詠唱時間はさらに短くなってる。で低減率もアップしてます。これはだその代わりオールアウト形態の W の追加ダメージが消えました。オールアウト状態の W の追加ダメージの値めちゃくちゃ高かったんだよね。だから W 上げてたんだけど、まあ、それがなくなりました。まあ、でも確かねこっちのダメージがめっちゃ増えてるから、でこの増えた W を2回打てるからダメージとしては多分そんなに変わってないんじゃないかな。W はバフだってライアットの人言ってたんだよね、シンプルに。でクールダウン24から16秒経ったのが18から12秒、すごく短くなるね。やっぱこれ W 上げは変わんないかなって気がします。結局ね、あ、ちなみに E は何も変わってません。わかりやすくていいですね。でオールアウト発動後の最大体力 55% から 65%、 そう体力今までより減りません。体力3割減ったら使っちゃってください。でノックバック距離減りました。350から300、これ壁に当たんなかった時だね。で発動時のダメージ、これ大きくアップしてますね、2倍です。その代わり AP レートがだけなりました。 AP レートがつきましたね。でノックバックさせた対象が地形に衝突した時のダメージ、いやここで低くなった分こっちに足されてるみたいな感じだね、うん、前は壁に当てないと大ダメージ与えられなかったけど、まあ、壁当てなくてもそこそこダメージ出るよと。はい、でここ、通常攻撃のモーションキャンセル、火山テロ級ってオートラックタイマーをリセットする、まあ、つまり AA キャンセルができるっていうスキルだったんだけど、でそれオールアウトになるとねすごい早くキャンセルできるみたいな仕様だったんだけど、通常形態と一緒になります。え、じゃあ DPS 下がっちゃうじゃんと思った方、先にここを話しましょう。オールアウト形態中攻撃速度が増えます。多分毎度遜色ないです。で、オールアウトのスタック消費、あ、これ結構でかいです。オールアウト発動すると Q のスタックがリセットされるように、これめっちゃありがちなコンボとして、 Q でまずスタックある程度貯めとく、最高なら2スタック貯めること、2スタック貯めて次ノックアップで時 EW で敵に近づいてウルト、そうするとねウルトの後の Q がほぼそのままつながるんだよね。ノックアップできる、ダメージが高い Q 打ってオートラックして、 W してオートラックしてみたいな感じで、柔らかいチャンピオンは正直もう CC チェーンで即死させれてたわけね。でもそれできなくなりました。あのオールアウトを使うと Q のスタックがなくなります。ウルトからノックアップのコンボができなくなるってこと。増加攻撃力5、そこにいろんなレートがついてたのが15、30、45、基礎値は増えて甘いマルレートは減りましたよと。で体力回復量 10% のオムニバンプだったのが、あ、レートが消えたんだね、シンプルに。この増加体力レートが消えました。で、まあいろいろ話してきましたけど、まあ、全体できるとナーフでしょ、明らかに。明らかにナーフなんだけど、やっぱタンク性能はバフされてるんだよね。W のダメージ軽減量の値がすげえ増えたっていうところがあるので、あと体力もそんなに減らなくなったし、基礎ステも高くなったから、その代わり失ったのは序盤の圧倒的な強さ。とダメージを失ったっていう感じだね。タンクですか、さんっては。はい、勝率は結構下がると思いますけど、え、でもね多分ねこれ全ランク帯で見た時勝率上がると思うんだよね、下手するともしかしたら。ただ高レートだと勝率は間違いなく下がると思う。あ、タンクとしては実は結構優秀だよ。 W でピールできるし、 E のシールド値も結構高いから、まあ前まではそこにあのキャリーを10割ぶっ飛ばせるダメージがついてたのが問題だっただけで、悪くないチャンピオンだと思います。はい、次カイサ、基本物理防御が低下28から25、まあ勝率 1% ダウンですね。まあちょうどいいんじゃないでしょうか。カイサってね、なんかこのウェーブクリアが早いチャンピオンの割にはアーマーが高すぎたらしいんだよね、他のチャンピオンの基準と比べると。まあ、そういうなんかあれがあるらしいんだよ、逃げ性能が高いチャンピオンは足遅くてもいいみたいな、アーマー低くてもいい。だから逃げ性能が乏しいチャンピオンは体力高かったりアーマー高くしてもいいみたいなベースの考えがあるらしくて、でカイサはなんかそこの敷地を超えてたみたいなんだよね。やっぱ3下げられました。おそらく勝率 1% ぐらい下がります。はい、次ミリオ、前ねとんでもないナーフ受けたのでいろいろバファー入ります。まずここでかいですね。
まあ、味方に影響を与えると、まあ、そのチャンピオンの攻撃、まあ、に追加ダメージが入るみたいな、よくわかんないパッシブなんだけど、こう見てください。味方による炎上の与えたダメージがミリオの与えたダメージとしてカウントされ、ケミテックフュートリファイヤーなど1倍でもの効果が発動するように、これめちゃくちゃでかい。皆さん、ケミテックフュートリファイヤーというアイテムクソ弱いんですけど、あ、じゃあ持たなくていいかな、別に別に持たなくていいけど、この修正が来たとしても、あの阻害をばらまく薬として最高になりましたね。ミリオが、ミリオンが適当に味方にスキル、あの、当てるというか、打ってあげるだけで、そいつは阻害をばらまいてくれます。最高。でも、阻害持つときはミリオ一人でいい。マジで。マジでミリオ一人でいいです。一応、ライアンドリーとかも発動すると思うので、どうなんだろうか。ちょっと面白そうじゃない？ゼラスト君でさ。で、次。いいね。シールド2回つけれるやつ。クールダウンが1秒減。嬉しい。シールド耐久時。60-160 だったのが60-180。わあ、オーマイガー。これ2回使えるから実質シールド40アップだからね。でかいでしょこれは。強そう、ミリオ。普通にいいエンチャンターって感じがするね。で、 R の体力回復量、 AP レート20%アップか。まあまあまあ嬉しいんじゃないですか。これ AOE ヒールだしね。この 2% アップぐらいは全然すると思うわ。で、ここちょっと熱いね。仮面とかクリセブン乗るんだったらやっぱ夢が広がるよなって気がします。まあ連では使えないんですけど、 PB でクリセブン強すぎて阻害しか発動できないようになった。マナフロも指もダメ。皆さん、寂しいお知らせです。はい、次、モルガナ。モルガナはしばらく苦戦が続いてたんですが、なんか万率だけね、すごい高かったらしいですね。 W、AP レート3アップ、非常に分かりづらいんですが、まあ、ずっと乗ってたら結構増えてます沼の上にずっと立ってたらね。で、モンスターへのダメージ補正、これ中立モンスターね、へのダメージが 10% さらにアップ。まあ、ジャングルモルガナやってほしいみたいなことなんでしょうか。だからこれ、ライトの人言ってましたけど、まあ、バフしたけど、あの一般的なジャングラーと比べたらめっちゃ弱いって言ってました。悲しいですね。で、E のクールダウン。24-16だったのが、26-16。まあ、そんな連打するスキルじゃないから問題ないと思います。正直。で、R。鎖でつながった敵に向かう際の移動速度が5-30-55増加だったのが、どの方向に動いても移動速度が10-35-60増加と。これいいですね。まあ、モルガナ、まあ主に敵を追いかけることが多いと思うけど、あのファイターとかにウルト打った時はさ、ある程度そのカイトしないとウルトが発動する前にデッドするみたいなことが、まあ、たまにあったのでいいんじゃないでしょうか。しかも MSR シンプルに増えてるしね、 5%、まあ、いいと思います。で、スタン効果時間も、まあ、スキルランクに応じて少しずつアップしますよと。で、ダメージ、25ダメージずつアップだね。で、この R はね、発動した時と、あの、サイガーのスタンするとき、2回ダメージ判定があるので、実質50ダメージアップ。これは嬉しい。まあ、使いたい人は使ったらいいんじゃないでしょうかという感じです。もうシンプルに。もうめちゃくちゃそれだけだね。はい、次。クイーン。気温体力と気温移動速度低下、レベルアップごとの攻撃力が増加。そして体力が30ぐらい下がってますね。ほぼ40ぐらいかな。ほぼ40下がってます。これで 1% ダウンですね、勝率。で、移動速度が5ダウン、これで 1% ダウンで、これで 2% ダウンかな。で、クイーンって MS をアップさせる効果があるんですけど、まあ大体そうなんだけどさ、 MS をアップさせる効果って大体パーセンテージなわけね。割合で増やしてるから元の値が小さいとMS の上昇量も減るわけ。結構やっぱ機動力落ちちゃうよねっていう感じ。ウルト使った時とかも。で、レベルアップごとの攻撃力は若干増えてはいるんですが、ナーフでしょ。まあ序盤で円で優位を取ってゲームをスノーボールしていくっていうのが結局クイーンの応答パターン。まあ、クイーンワントリックの人もレーンで振りがつくチャンピオンは一体もいないって言ってました。トップレーンでね。でも体力が30-40増やす、減らされたことによって序盤デッドする可能性が非常に高くなりましたね。まあ、勝率は 2% ダウン。はい、次、ゼド。W のクールダウンが延長。20-14だったのが、20-17秒になりました。素晴らしい。まあ、最近のゼド、まあ、ここに書いてあるけど、スキルヘイストをガン積みするゼドがね、今流行ってまして。で、そのゼドってもう本当にね、やばい。もうゲームをさせてもらえない。なんでかっていうと、10秒にね、あの3回ブリンクする。いや違う、4回だね。ウルト含めると、4回ブリンクするぐらい W が回りまくるので、あのね、触れられないんだよね、物理的に。ちゃんと上手い人が Z 使ったら本当に
俺は何をやらされてるんだって感じだったの。俺ヨリック使ってね結構そらしたのに、あの9一発しか打てなくて開通され続けて死んだからね。そうジェドってチャンピオンはね、マサシンってもちろん敵をキルするためにある程度のリスクを背負うわけじゃん。敵に近づかなきゃいけないで、ダメージを出さなきゃいけない、 CC に弱いとかあるわけなんだけど、ゼドってそのリスクがないの、極端にないんだよ。ウルトで入ってダブルの影に戻って EQ ダブルで近づいてウルトの影で戻ってでもう一回ダブルして離れていくみたいな、もうそういうねもう意味わかんない感じになってたので、このナーフは大正解。今のこのゼドがなんでこうなっちゃってるかっていうと、アイテムが悪いんだよね。あのスキルヘイストがナチュラルに大量に手に入っちゃう。ただこの根幹的なゼドの問題点については、スキルヘイストの問題点については、あの次のシーズンで対処するらしいです。早く来てほしいですね。はい、次ジグス級のヒットボックスが150から180、いいですね。これね爆発の範囲のことじゃないないんだよね。あの当たるときね、投げた段階でのヒットボックスが30アップ、これでかい。シンプルに当たりやすいです。シンプルに当たりやすくなりました。まあ、結構1ゲーム通してでいったら理論値のダメージ相当増えてると思うので、どうなんだろう、正直 1% ぐらいは増えてほしいなっていう感じですね。これはボットで使うのをおすすめします。はい、アイテム、腰の宝石、これはあのボイドスタッフの素材アイテムですね。1250ゴールドだったのが1100ゴールドに、嬉しい。このアイテム無駄に高いです。無駄に高くてちょっと買いづらかったので嬉しいですね。まあ、大体ボイドスタッフ買うときって、まあ魔法防御貫通がもちろん欲しいわけなんだけど、なかなか買えない、この貫通がついてるアイテムがなかなか買えなかったので、いい修正だと思います。次にドラクサ、あのシンプルに強すぎと、アサシンカテゴリーのアイテムで、なんならアサシンじゃなくてファイターも積みまくってるということで、シンプルにナーフです。スキルヘイスト、ゴーダウン、痛いですね。大体ドラクサを持つチャンピオンってスキルを連打する系のチャンピオンが多いので、スキルヘイスト5を減らされるのは結構痛いです。でダメージの増加量、0から 18% までダメージアップ効果があったんですが、0から 16% になりました。2% ダウンですね、最大で。まあ、まだ積みそうかなっていう気がします。はい。まあでも他のアサシンアイテムもバフされてるので、そっちに乗り換えるチャンピオンは結構いると思う。ドミニク・リガード。ドミニク・リガードね、なんかのシールドに対してのダメージはアップさせてなかったらしいんだよね。あとなんかライフステリーにも乗ってなかったらしいんですよ。ただ今回からは、シールドとライフスティールの計算前にジャイアントスレイが適用される。だからシールドにもね、ダメージが取りやすくなります。その代わり、まあ、実際このおかげでね、与えるダメージが増えるので、今までより本来の数値はほんの少し下げられます。これはね完全にこれ全部トータルでイーブンです。何も変わってないと思ってください。ドミニク・リガード読むアフです。まあ、移動中スタックが溜まっていって100になった状態で敵にダメージを与えると、まあ、脅威がたくさんもらえるっていうパッシブなんですけど、3から12だったのが7から18でかいですね。数値大きく増えてます。まあ、本当に敵をワンコンするだけだったら、まあ、ドラクサよりヨウムの方がいいかもね。じゃあヨウムがね、あの超 OP だって言われてた時期はここの脅威の数値がね8から20だったんだよね。結構その数値に近づいてきたので、ワンちゃん OP になってるかもって気がしなくもないね。あ、ちなみにあのヨウムブライヤー、俺的おすすめなんて皆さんぜひやってみてください。ヘルベルト持ってね、結構面白い。あのね、ブライヤーの R って一発目にダメージがなくて、だから飛び込んだ後にヨウムがちゃんと発動してくれるんだよね。おもろいんでやってみてください。はい、来ました。こっから長いですよ皆さん。ジャングルの調整です。まあ、結構あのかいつまんでというか簡単に説明していく、全部読まないです。ここはまあ全部どうでもいいです。はい、でここ一緒じゃなかったんですよ、チャンピオンとペットへのダメージの備えと。だったらもうチャンピオンにも40ダメージしか通らないってことになっちゃう。はい、次、ジャングルコンパニオンのアップグレード、削除。2体以上の味方が周囲にいる場合でも、プライマルスマイトを持つジャングラーはエピックモンスターから受けるダメージが 20% 軽減されないように。まあ、ドラゴンとかバロン取りやすかったんだよね、ダルカンまで減らなくて、まあ、それがなくなった。まあ、ちょっとバロン取るの大変になったかなってぐらいかな。でガストウォーカーの移動速度、青いやつね、青の移動速度 45% 増加で、キルする大型モンスターキルすると 60% 増加だったのが、まずここブッシュライト時の移動速度増加が 15% ダウン、 30% になって、キルした時のやつも 15% 下がって 45% に。でかい、もう強かったからね。もう青スマイルはマジ無難でした。まあ、足が速いってことはマジで正義なんで、
ジャングルの周回速度も早まるし、もちろんシフトするのもローテーションするのも明らかに早まるので、なかなかのナーフですね。でモスストンパーのシールド60から281だったのが、これ緑ね、緑スマイトだったのが180から300、大きく増えてます。特に序盤、その代わり行動妨害耐性とスロー効果を付与しないようになりました。もうこれは明確にナーフだと言えるでしょう。まあジャングラーアップグレードしただけの効果が全部ナーフです。先に言っとくべきだったけど、ジャングラーの影響力を減らす調整です。だから全部ナーフだと思ったし、ジャングラーにとっては。はい、次、中立モンスターの体力。1周目は変わんないけど、2周目以降体力が増えます。ちなみに、ね、なんか噂に聞きましたが、グロンプめちゃくちゃ強いらしいです。グロンプめちゃくちゃ強いらしいので、確保しておいてください。やっぱジャングルの周回速度が落ちます。ただ1周目は変わってません。ただ特に中盤大きく体力が増えていくので、ジャングラーのそのなんだ自由時間みたいなのが減ります。でスカトル、スカトルも硬くなります。でその代わりゴールドも減るし、経験値も増えます。あ、クルグの経験値変わったんだ。あ、ちょっと高くなってる。ただこの変更はよくあかん。はい、できました。さっきね、スマイト完成させた時のバフ効果はナーフされてるんだけど、ヘッド自体は強化されてます。これの攻撃力は若干下がってます。でキルした時のタル回復量とマナ回復量、これね減ってます。今までのジャングラーはね、まあ、どのチャンピオンも大体そうだけど、やっぱ回復しすぎだったっていうところがあるみたいですね。ジャングルモンスターからサステンをいすぎだと。ということでちゃんと体力減ります。ジャングル回って、ジャングルを回ることで体力が回復するっていう現象は相当減ります。でこれもまたジャングルのナーフにつながるね。でジャングルコンパニオンのスケーリングダウンですね。AP レート、AD レート、アーマーレート。あ、待って、アーマーとエマルレートは増えてます。まあ、無理にバミ積まなくても良くなったかもね。略奪対策。略奪ってのは何のことかっていうと、レーナーにジャングルキャンプを取られるってことね。まあ、今の環境だとね、大体その、ラバナサイドラ持ったりすると、特になんだけど、一瞬でジャングルキャンプって取れちゃうんだよね。敵のジャングラーでも、まあ、味方のジャングラーでもなん、もちろんなんだけど。まあ、さっき体力が増えたってのも、増えたことで取りづらくなってるし、それだとさ、ジャングラーもすげえ回りづらくなっちゃうじゃん。だからジャングラー見てください。ジャングラーアイテムの非エピックモンスターへの追加ダメージ 20% から 42%。 そう、ジャングラーはね、ジャングルモンスターに与えるダメージ増えてます。だからめちゃくちゃ遅くなったってわけじゃない、周回が中盤以降ね。ただレーナーが取るのはめっちゃ大変ってことです。でアーマーテーマールも20増えてます。めっちゃ硬いね。めっちゃ硬いです、ジャングルモンスターは。レーナーがね、片手間に買って美味しいっていうようなオブジェクトはなくなりました。多分すげえ体力減ります。取ろうとした時すげえ体力減るし、時間もかかります。はい、次、これ、わあ、これむずいな、これ説明するのむずいんだよな。で今回のバッジもう一個あって、ジャングラーのナーフってもあるんだけど、スノーボールをなくしたいと。スノーボール、まあ、1キル取った人がそのまま加速度的に育っていくみたいなことをスノーボールって言ったりするんだけど、その傾向が特にジャングラーに強かったと。これなんでかっていうと、でまあ普通にクリアしてガンクして敵キル取れました。でまずこのキルの経験値とゴールドもらってるじゃん。さらにその後ウェーブを一緒にプッシュしたりするじゃん。そうするとガンクを決めれなかった敵ジャングラーととてつもない差がついてたと、経験値的にもゴールド的にも。このスノーボールってのを緩やかにしたいっていう意図の調整だね。まあ、こっから行くか。獲得できるミニオンの経験値。前はね、0から14分まで 40% から 75%。あまり経験値もらえてませんでしたよと。それが0分から20分まで 30% から 100%。そう、大きく減りました、序盤もらえる経験値量が。まあ、このゲームね、キャッチアップ経験値っていう概念がありまして、ジャングラーが、チームの平均レベルで見たときに、レベルが 1.1 以上低かった場合、敵チームの平均レベルが8だったとき、レベルが6以下だったら、もらえる経験値の方が増えてたわけね。これがキャッチアップ経験値っていうんだけど、その基準がね、より厳しくなりました。キャッチアップ経験値が入りづらくなった。これはどういうことなんですかっていうと、ガンクばっかして、ファームを全くしてなかったジャングラー、これ痛いことになります。なんでかっていうと、前までは、ガンクしまくってキル取りまくって、でもレベルってあんま上がんないわけ。だからレベル差がつくわけね、ガンクばっかしてたジャングラーって。でもレベル差がつくとこのキャッチアップ経験値が働いて
たくさん経験値がもらえてすぐ追いついちゃってたの。ファームしてたジャングラーとガンクしまくってたジャングラーのレベルが一緒になってたと。いやこれはシステム的に良くないよねってことで、そのキャッチアップ経験値、追い上げ経験値っていう風にも言うんだけど、それを得づらくなった。ファームしないでガンクばっかしてるとお前後で大変なことになるからなっていう意味です。この修正は分かりましたでしょうか。あ、来ました。もうこれはシンプル。初期アイテムの強化、ドランブレード、ドランリング、ドランシールド、これね、ドランシリーズはねどれか1個しか持たなくなります。その代わり2つ上がってます。ドランブレード AD アップ、体力アップ、ドラリンも一緒、ドラシも一緒。今までたロンソポーションスタートしてたっていう人たち、ドランブレード持った方がいい、ドランシリーズ持った方がいいと思います。これはで、これすごいのがロンソって 10AD なわけ。350ゴールドで 10AD でも見て、100ゴールド足すだけで HP100 もらえちゃうの。これすごいですよ、ドランブレードのこのコスパ。やっぱ買った方がいいと思う。でこれどういうとこあるかっていうと、あのレーダーが硬くなります。みんながドランシリーズを買うようになるとレーダーが硬くなります。そうするとギャンクが決まりづらくなる。でギャンクが決まりづらくなるってことはゲームペースが落ちてスノーボールを抑えれるということなんですね。終わりました。コラプトさ、そう厳しいよね。俺イラオイでもドランブレード買おうかなって思ってるからね今普通に。ちなみにあの海外のアナリストの人言ってました、グレーブスとかキンドレットとかでジャングラーね、あのドランブレード買うのが強いって言ってましたね。序盤敵のジャングラーに入っていきたいジャングラーの人、ドランブレードめっちゃ強いです。あの対面ジャングルがこれ買ってなかった時ステータスの差が半端じゃないので、多分思考停止で勝てる。結構試してみても面白いかもなって気がするね。はい、次水走り。他のルーンと比べて強すぎるんでもらえるアダプティブは増やして、移動速度15ダウンです。痛いですね。もう水走り持つようなチャンピオンで、あの基本ロームしたいってことなんで別にアダプティブを求めてないんですね。いや完全にナーフです。持たなくなるかもね、普通に持たなくなるかも。あ、でもジャングラーってあれなんだよな、この段差持つもんねえからさ、強まる嵐も序盤全然関係ねえから申し訳ないし、追い火も別にギャンクの時役に立つかって言ったら立たないから、まあ持つかも、持つもんがねえから。他の2つがちょっとピーキーすぎる。あ、でここ、まあ、スノーボールの操作、さっき言ってた、まあ、ほとんどの試合が15分以内に決着してしまっていると認識するような試合が増えたっていうことだね。実際終わってないんだけど、マジな話ね、実際終わってないんだけど、その空ってやつがシャットダウンばらまくし、逆転できるシステムはたくさんあってさ、15分でゲームは終わらないんだけど、でも終わったように見えちゃう試合が多すぎると。だからロールの面白い部分ってのはやっぱ中盤のやっぱマクロ合戦というか、ここにワードさせてみたいな、そこが面白いんだけど、みんなそこまでたどり着けてないからゲームのテンポ落としちゃいよっていうことですね。なのでまずドラゴンからもらえるバフが全部良くなります。ケミテック以外だね。ケミテックは元からそんな強くなかったらしいんで他のやつだからクラウドで言うと移動速度、スロー耐性、 2% ダウン、まあ、こういうのが全部にありますよと。でかい。これ確かね、ゴールドに換算すると結構でかいんですよこのバフって。しかもかける5だからね、まあ、ドラゴンのアドバンテージで勝つみたいなことは少し難しくなった。その代わりドラゴンソウルは強くなってます。序盤のちょっとした有利でこのでかいバフを手に入れるのは良くないけど、まあ、4ドラ取ってね、もうそれもちゃんともう中盤まで入ってきてるからソウルは強いですよっていう感じです。でヘラルド獲得できるローカルゴールドがダウンです。まあ、これジャングラーが1人で取ってもさ、トップと2人で取っても、まあ、もらえるゴールド量が減ります。これもジャングラーの影響力が減ると思っていいね。でバロン超硬くなります。12600登場時点だったのが15000になりました。でここはちょっとジャングラーとは関係ないです。デスタイマーの調整、序盤デッドした時のデスタイマーが短くなります。だ1デッドしたらウェーブ全部落としちゃって、もう経験値差2ぐらいついちゃって、もう終わったわみたいなシチュエーションが少なくなります。いいですね、これはバウスもう大喜び。で今ね結構早い段階でデッドすると、ちょ時間忘れちゃったんだけど、ホームガードつくから足早くなってすぐレーンに帰れるから、そうね、序盤ね、うわやらかしたこのウェーブでデッドしちゃったみたいな時もまだゲームできます。嬉しいですね。2秒違ったらね CS いくつ落とすかって全然変わってくるから、
で、マジで今後これ覚えといてほしいんだけど、序盤タープレート狙わない方がいいです。キル、ソロキルした時もタープレートは狙えないと思ってください。無理にタープレート取りに行こうとするとすぐリスポーンしてすぐテレポートで帰ってきて、下手すると自分がリコールできなくなるから、よく考えた方がいい、序盤プレート狙う時。で、プレートごとゴールド50ダウンです。痛いですね。5枚取った時は250ゴールド、今までより少ないことになります。残念、まあ、これもスノーボール要素だね。これによってヘラルドの価値も少し下がります。で、まあ、ここで一回トータルで話すか。スノーボールの調整、まあ、実際ゲームペースとしては遅くなると思いますし、まあ、ドラゴンバロンもで、まあ、ゲームゆっくりになると思う。これで例えばその序盤強いチャンピオン終わったのかって言われたら、いや全くそんなことはない。他にいくらでも有利取れる部分ってのはある。ドラゴンバロンだけじゃなくても、ゲームのなんか根幹を揺るがすような感じではないと思う。別にデイドキャリーしか使えないのかって言ったら絶対そんなことはない。結局序盤主導権はないわけだからな。そんなでもやってたらそんな気にならない分だと思います。正直やってるわかんないです。はい、やってるわかんないので大丈夫です。はい、次ジャングルの調整じゃないね。これなんかタグ多分違うね。ちょっとねルーンもね、あのスノーボールをちょっと助けちゃってたんじゃないのっていうところでいろいろ直されます。主に全てのルーンのダメージ、与えるダメージ性能が 10% ダウンぐらいの印象らしいです。征服者もらえる AD と AP 減ります。まあ、でも持つやつは持つ。リーサルテンポ、スタックごとの攻撃速度、これ6スタックするから、メレーはね 1% から 1.5% エースダウンだから、かけ6で 6% から 9% エースダウンかな。レンジはねそこまで減ってません。ヨネヤスをドンマって感じですね。電撃ベースダメージアップしてるけど AD レートが大きくダウン、 30% ダウンです。まあ、全部そうだね、全部その方針です。ベースダメージは増えてレートが下がってる、全部ね。相対的にいって、まあフェーズラッシュとかあと悪役がちょっと強くなるけど、まあ結局持つやつは持つんで、リーサルテンポで、ヨネヤスも絶対リーサルテンポだし、悪役持ち始めたらしてないしね。まあ、そんな変わんないです。一律直されてるので何も変わんないです。はい、ということで皆さん、今回のバッチの音の注目チャンピオン、まあジグスかな。うん、ジグスで、まあ、まあ全部まとめて言うよ、全部まとめて言うけど、まあ、ジャングラーは明らかにナーフです。影響力出しづらくなるでしょう。ジャングルも狩りづらくなるし、体力も今まで減るし、ドラゴンバロンを取っても恩恵は少し薄くなってる。ただ結局のところ、このゲームで一番影響力を出しやすいロールなのは変わってないと思うので、それはもうゲームの構造的な問題だね。まあ、ジャングルの楽しさ的にはねそんな変わってないと思う、正直。てかバロン、あのね、ドラゴンのこの数字とかって、あの絶対プレイしてて分かんない部分なので、まあ、気にしなくていいと思います、マジで。強いて一つ言うことがあるとしたら、みんな初手はドランブレードを買おうねっていうぐらいだね。ドランシリーズ買った方が強いよねってとこぐらいだな。はい、まあ、でも全体的にゲームテンポとしては遅くなっていくんだろうなっていう気がするので、まあ、レートキャリー使ってた人は、まあ、ちょっとおめでとう、よかったねぐらいの感覚だね。はい、といったところで、今回のパッチの解説はこれ以上と思います。また次のパッチの音でお会いしましょう。じゃあ、バイバーイ。